そうの青白奇跡同系のマッチアップですが、まあ、昨日の放送でも青白奇跡自体は出ていたんですが、はい、同系始めたと思いますので、よければ同系のポイントなんかも教えていただけると。まあ、同系は基本的にメインボードは結構お互い無駄カードが多いので、うん、まあ、ジェイスみたいなもう本当に鍵となる、カードがカードをどちらがうまく通せるか、うん、ジェイス以外のパーマネントはまあ総員の同士とかもクロック自体は早いし残ると問題なんですけど、さすがにお互いそんな簡単には残さないので、はい、なのでジェイスですね、まあ、とにかくメインボードは。ただまあお互いあとパーマネントが多少なりとも他にも入ってると思うので、総裁 でしたりアズカンタの探索でしたり、その辺のパーマネントが重要ですね、クリーチャー以外のパーマネント。そのあたりの同系対決の感じは駒があった時のお城奇跡に近いものがね、そうですね、まあ、ただ、うん、どうですかね、当時と違ってコマがないのでちょっとゲームがぐだりやすいかもしれないです、うん、コマで手札を整えてた場合は、お互い結構有効牌を貯めて貯めて勝負という風になりやすいですけど、うん、早い。まずは、うん、お互いフェッチランドからドロソースを打っていく展開になるんでしょうか。さあ、まあ序盤はもうひたすらに手札を整えて、で先ブレを自分に使っていきますね。さあドローはいっぱいありそうでしたが、まあ、カウンターもあるんで、うん、このままでしょうね。はい、さあ予報、鎌ヶ瀬氏メインで打っていくんですね。そうですね、うん、何かカウンターとかを警戒したのかもしれませんが、これは放送ビルで弾かれると。もう積極的に動いていきますね、うん。この2ドロー重要だということでカウンター、そうですね、そう判断したと思うんですが、熊谷選手も先ブレ、熊谷選手とにかくドロー呪文が大量にあるんで、うん、安定してますね展開が。さあ高橋選手もドロー呪文はあるんで、うん、まずは土地が止まらないように、うん、今のところけど2人ともほとんど、うん、まあ、ドロー連打してるのもあって、あんまり、不要牌を引いてないですね、うん、週末とかソープロとかそんな大量には引いていない、お互い1枚ずつですかね、うん。これか、コメント少しあるかな、コメント、さあジェイスがちらりと、うん、見えましたね、キーカード、さあここで一気に総裁を設置にかかりますか。これは当然設置できれば大きく有利、もうこれはとんでもないですね、かなりの問題児なので確実にカウンターしたい、うん、やっぱ片方だけトップを見れるっていうだけでもかなり強いんですよね、うん、プレディクト、予報の効果も確実なものになりますし、やっぱり1マナ2マナのスペルは 30% とは言わないですけど、まあ、結構な確率で消してくるので、うん、で渦巻く知識と合わせて確実に相手の呪文を消したりもできますし、これには高橋選手のカウンタースペル、なのでお互いのデッキ内容としてジェイスの枚数、総裁アズカンタの枚数、あとは打ち消し呪文の枚数は大事ですね、うん、打ち消し呪文の枚数は多分それほど5枚か6枚ぐらいだと思うんで、うん、であとフラスターか、フラスターストームがあってもうちょっと7、8枚ぐらいだと思いますが、そのパーマネントがどれぐらい入っているか、うん、
ほど熊谷選手ローバイの嵐を、はい、まあ、カウンタースペルに合わせなかったんですけども、これは何か他に重要なスペルをカウンターしたいというとこあったんでしょうか。というよりももっともっと通したいスペルだったり、今後のスペルの応酬に向けて温存しておいた。なるほどなるほど。まあ、なのでアズカンだったりジェイスだったり、うん、熊谷選手にとって操作より重要なカードに向けて温存している。さあお互いかなり手札いいですね。ライブラリ操作とドロースペルをお互い連打しているだけあってかなり手札整ってきている。そうですね、まあ、こうなってくるとどっちが先に仕掛けるのか、うん、基本的に先に仕掛けた方が、1回フルタップの状態になってしまうので、うん、フリーになると言われてますが、なるほど。ちょっと先に全てフェッチを使ってブレインストームって不思議なプレーに見えるんですけども、うん、このターンは多分ブレインストームをカウンターされることはないですし、このまま予報につなげそうな。なるほどなるほど。これはローバイナルしてカウントされます、うん、さあここで2度目の総裁、首相の魔導士からフラッシュバックでこちら対抗呪文か。佐久間貝選手は手札には、3マラの、何でしたっけ、白白1の投票するやつもあるので、対戦でジェイスなんかも、しっかりと打ち消す、対処することが可能です。だここでちょっと手札はかなり消耗しているので、そこと瞬章もう1枚がターミナス、ライブラリのトップが土地という状態ですね。高橋選手の方が手札は今のところ少し強い。カウンセルジャッジメントかなった。さあの採決ですね、はい、さあここで動きました。まあやっぱりちょっと操作引っかかっちゃうと本当にただただ損をしてしまうので、うん、おっとナチュラル総裁。さあズカンタの探索がめくれて、この対抗呪文がしかもアズカンタっていう、アズカンタも強烈ですからね。もうこれは即次のアップキープには設置された場合はオーラが入ると。
ぱりこの総裁が置いてあるだけで一気に動きづらくなりますよね。そうですね、まあ、気軽に何か試案を唱えたりっていうのもなかなか難しくなってくるんで、試案を打つんだったらその後に他にすることがあって、まあ、まずはライブラリを見るぐらいの気持ちでいかないと、ただ試案を打って打ち消されたエンドだとちょっとどん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 手札の枚数が開いていくので、さあここで満を持してフラッシュバックブレインストップ、ここはけどこの先の展開を読んで2枚目を決めるので、うん、この辺りの積み方はかなり難しいですね、うん、さあ、図鑑太の探索が設置完了と、ちょっとね、熊谷選手がもう2つの爆弾パーマネントを置けている分、うん、今のところかなり有利ですね。ここでそのどうしようキャストしますが、ここに渦巻く知識、渦巻く知識と総裁が揃うとえらいことに、さあこれは議会の採決でカウンター、高橋選手としては最悪ですね、手札に、追加の総員の同士とジェイスがあるんですけど、あーなるほど、総員の同士はこのターン出せないし、うん、さあここで投了、やはりパーマネントは強しと、いやどちらも本当にもうマスカン、マスカウンターと言われるクラスのカードなので、うん、さあラウンド12、レガシーラウンド最初のラウンド、熊谷陸選手がまずは1本選手ということですね。あの確かにそこら辺で最低限必要な土地の枚数とかもね、そうですね、ありますからね。さあ高橋選手は結構濃厚な手札を見ますか、土地が少なめですね、そして後手を取るというこの、うん、あ、そういえばそうですね、佐々木ブレの応酬、さあまあ、1本目を見る限り、うん、熊谷選手の方が軽いパーマネントがたくさん入ってで仕掛けやすそうではありましたが、さあ今も手札が総裁、うん、パイロブラスト、ジェイス、ウィル、うん、どっしりですね、これも仕掛けていきそうな、まあ、言ってもそうですね、うん、このターン2回やってそこに予報、うん、これが通った、さあまたも高橋選手にとってはちょっと苦しい展開ですが、さあ負けじとそいの同士総裁ならず高橋選手から小さなガッツポーズ3はかなり、まあ、ほとんど当たらないと言っても、ね、まあ、同じソイの同士か先ほどの議会の採決、ベンデリオンは2種ですかね。さあしかしこれをフォースオブウィルを使って、うん、今のところ手札の消費量は多いですが、うん、総裁分少し熊谷選手が有利かなと。さあしかし高橋選手手札は強かったので、うん、ただ1が多いですね、ちょっとやっぱこういう展開になると動きづらいので、どうまなきが重なってると、さあ熊谷選手はここで1マナを積み込んで、
熊谷選手の手札に一気に総員の同士が2枚と。そうですね、まあ、ちょっとさスペルがないのは気になりますが。さあここでベンディロさん2周、まあ、そういうの同士自体が、鬱陶しいのもあるんですけど、多分熊谷選手いるカードいらないカードって積んでると思うんで、うん、お、しかしそのままにしました。殴り合えると、うん、あ、なるほどなるほど、手札に終末と渦巻く知識がある、うん、さあそして熊谷選手がパイロブラストを持っているのは高橋選手も知ってるんですが、手札はジェイス、渦巻く知識など盛りだくさんになってきました。さあしかし熊谷選手の立場としてはどういったところを目指していきたいと、うん、熊谷選手はちょっと高橋選手が両方無視してきたんで、総員の同士を、うん、もしかするとターミナスなんかも少しは検討してるかもしれないですね、うん、ここでどれぐらい踏み込んでいくか。2枚目の総員の同士に対して渦巻く知識、あっとナチュラル総裁いやただ1はね本当にかなり入ってるんで、うん、いやしかし本当にこれは厳しい、すごいですね。しかも高橋選手次のターンシアンとかも打てないっていう、うん、ここで瞬間戻してブロックしていこうというんです。そうですね、対象はまあドロースペルか、熊谷選手としてはドローサポートを消すぐらいだったら瞬間消した方がいいんですけど、瞬間にブロックさせてベンデリオンをグレーンハするプレーもあったりで、うん、さあこれを巨大化と除去として使っていき、高橋選手はここで次の谷終末を打ちたいですね、うん、そうですね、しかも駒がなくなったせいで精神的ダメージがでかいっていう、うん、あのブレインストームの時とかはまあしょうがないんですけど、普通に当たった時はやっぱりかなり精神的に来るので、さあ高橋選手が熊谷選手を対象に打ったみたいですね、あのトップは試案で分かってたので熊谷選手はどうしますかね、総裁さすがに公開して2じゃなかった場合そのカード名を指定されてしまうんで、もうだからおそらくこのまま見せずに今総裁はもう解決しちゃって高橋選手に名前言っていいですよって言ってる状態だと思います。島ですかね、考えでした。さあしかし外れた模様ですね。さあおお引けましたね、さあパッと見1回盤面をリセットしそうですが、一応さあこれで盤面が一気にリセットされましたね。さあ熊谷選手ここでちょっと手札が何もなくなりましたね。狼狽の嵐と平地ですか。さあ解除する際に
これが通るとかなり大きいです。おーっとっと、そしてジェイス、さあ高橋選手がぜん、うん、一気に逆転しましたね。熊谷選手トップが、打ち消し呪文ということも分かっているので次のターンも ほぼ確実にジェイスが残る、うん、さあ延々連打して、また早くそういうの同士たどり着いて速やかにといったところでしょうかね。まあもう実際ジェイスが数ターン動いてたらそれだけでゲームエンドですけど、もう手札にかなりの差がついてしまうので、まあ、この状態をすぐに打ち破れるカードってもグレンハぐらいのものなので、うん、で高橋選手は追加のジェイスも手札にありますし、キブレで3枚、さあここで熊谷選手が投了、勝負が 1-1 です。うん、まあ、やっぱりちょっと残り時間も考えなきゃいけないので、うん、ジェイスがいる状態でずっとダラダラゲームをするぐらいだったら3本目、うん、しっかり終わるように先ほどみたいに3ターン目に、うん、グレンハを構えながらパーマネントっていう動きができるので、さあ後手を取っていきましたね。ただなかなか強そうな3枚見えましたが、うん、これをシャッフル、もう総裁総裁ウィルってあるんですね、うん、さあこれが着地した模様です ね、 してますね。さあ高橋選手は解除があるのか、解除グレタのジェイス、これは壊されます。追加の1枚もあるので、うん、メインディベンデル320、高橋選手ちょっと手札は弱いですね、うん、熊谷さんの方が充実している。高橋選手残りが、春章の魔導士と総員の導士、海は細ビル、さあ次のターンジェイスもあるのでこのターンはもう積極的に動くか、まあ、プレディクトで手札を貯めてもいいですけどね、うん、まあ、ただ結構通りそうなタイミングではあるのでこの内容次第では。さあトップがシアンシアンフェッチですかね。さあのそのまま積んで総裁フェッチ、またこれが通りました。高橋選手途中を引いてますね。さあここで春章からリッチャーにトライ、うん、熊谷選手今トップがシアンなんでこれは成功しますが、うん、開始で現れてしまうか、
そう、ここまでのフェッチの仕方などを見ても、うん、高橋選手におそらく、まあ、グレンハが入ってないだろうというのは熊谷選手も感じてると思うので、まあ、あるとしたら、議会の評決とかかなり限られた枚数しかないので、さあどうするか。お、このターンは手札を整えるか、うん、支援を落として2ドロー。さあいいですね、これでベンデリオンで牽制しつつジェイスまで、うん、昨日からレガシーのフューチャー1回だけですね、うん、奇跡が呼ばれなかった、ね、ここまで5回戦やって、うん、1回だけエルフ対ショー&テルっていうマッチアップがありましたが、うん、他は全て奇跡対何かという構図でした。さあもう高橋選手は積極的に、手札がちょっと弱いんでもうガンガン行くしかないですね。さあこれに熊谷選手もそういうの同士で持ってきましたね。うん、さあ高橋選手2枚目は引いたんですが、実はこの時点で呪文が切れているという、なかなかに熊谷選手にとっては嬉しい誤算ですが、さあただ高橋選手もドローが連鎖したりすれば一気に爆発的にトークンが増えるような体制にはなったので、熊谷選手が週末などを残しているかどうかですね、うん、週末とかがないとちょっと、この2体の総員の同士のプレッシャーはかなりあると思うので、さあライブラリを見ながら、さあ高橋選手の手札にドローなどがないのは分かると思うんですが、今打ち消し呪文を警戒して少し人生を唱えるか悩んだものの、これはこれをバウンス、そういうの同士2体だと生まれるトークンの速度にも殴られる量にも差ができるんですけど、これだともう現状熊谷さんが大幅にリードしていることになりますね。神ジェイスと瞬消の違いがあるので、そしてこれを即座にフォースオビル、うん、ジェイスさえ設置できてしまえばと。そうですね、もう高橋選手本当にクリーチャーでしかジェイスを殺せない、うん、それか本当に限られた数枚の議会の評決なので、この熊谷選手はそのリードを絶対渡さないように。さあそしてブレインストーム入りました。ちょっとね、高橋選手としてはもうただでさえ手札が弱いので、もう熊谷選手はそろそろ攻撃に移れそうなぐらいトークンの差にも、トークンの数にも差ができてきました。熊谷選手多分手札がベンデリオンだったので、仮に、高橋選手が奇跡を、ターミナスを引いたとしてもそれに対応して下に送って逃げることもできます、うん、高橋選手だけどちょっと厳しいですね、相手がジェイスなので、うん、先ぶれでトップに積まれているのがカウンタースペル最高呪文、そうですね、うん、次の高橋選手のターンにこれが熊谷選手の手札に入ると。さあシアン、さあドローはつながる、うん、理想的な感じではありますが、とはいえ相手はジェイスなので、
さあここで週末を引き入れましたね高須選手。うん、ただちょっとここでは打てない、ね、そうですね、ちょっと手札が弱すぎるんでもう、うん、さあ総員の同士に関してはある程度対処の目処が立ちましたが、やはり神が おっと、しかしこの対抗呪文大きいですか。次が神だったんで、うん、あ、なるほど。さあここでエンド、さあこれで総員の同士神ジェイス、高橋選手も手札の、内容的にはほぼ一緒なんですが、うん、マナを使わなければいけない分高橋選手がかなり不利ですね。さあここに対応してベンデリオン、うん、されれば古賀選手の対抗呪文が通ると。さあ熊谷選手としてはどちらかというと神ジェイスを消しそうですけどね、うん、の方を打ち消していったと、うん、同時に熊谷選手のベンデリオさんに死亡式される。さあこれで現状は圧倒的熊谷選手有利のまま、手札消耗してしまいましたがそこは神ジェイスがしっかりとカバーしてくれる。さあもう強烈ですね。この先ぶれは高橋選手を対象にとってできました。もうね圧倒的にリードなんで、うん、リードしているんでまた固めにっていうと、さあ高橋選手は、もうターミナス打つんでしょうね、うん、どうでしょうね
内緒的には、うん、基本的にはまあ仕掛けやすさ的には熊谷選手の、うん、サイド後は本当無駄カードが抜けて、場に残ったら強烈なパーマネントが多い方がまあ有利かなという気はしますね、うん、ここでターミナシですが、ここには放送ビルが飛んできて試合終了です。さあレガシー最初のラウンド、ラウンド12は、熊谷陸選手が放送席同型対決を制しました。ありがとうございます。やはり神が強烈ですね。